人生を変えるっていうのはですね、勇気なんです。元彼の言葉で印象的な言葉がありました。付き合いたての頃、困っていたら助けてほしいなと言われたのです。私としては男性がそのようなことを言うなんてと驚きました。誤解のないように言っておくと、その言葉で引いたとか嫌いになったということではなく、むしろ愛おしくなったのですが、男性もそのようなことを考えているということを知らなかったからです。人間扱いしてあげてください。人間は完璧な人なんか誰もいません。言わないということはありますけれども、まああのね、私もヒーリングワークショップっていうのがあるんですけれども、まあアシスタントっていうのに男性もいる、いっぱいいるんですよね。そしてね、女性の皆さんがびっくりするのは、男もこんなに泣くんですね。もう泣くどころかもう号泣ですよ。はい、まあお互い様ですね。平さん、男性も当たり前のように困ったら助けてほしいと思うのでしょうか、愚問でしょうか、彼の意図は何だったんでしょうか。ただ正直だったんだと思いますよ。我々はですね、本当にあの相互依存って言うんですけれど、加害者でもなく被害者でもなく、自立でも依存でもなく、お互いがお互いの足らずを助け合う関係、これがもう一番ベストな関係だというふうに考えているんですね。ですからもう本当に男も女もなく人間です。ただ男性はですね、男のくせにメソメソするなよとか、男のくせにって、この感情を抑圧する傾向があるんですね。でも男性が将来あなたの胸でワンワン泣けるぐらいクソバカとか誰にも見せないような、そういう感情を見せることができたとしたら、もう本当にパーフェクトパートナーだと思いませんか。そしてあなたが彼の生きがいになったり、本当に励みになったりすることができたら最高でしょ。彼らもそうなんです。さらにもうちょっと頑張っちゃおうっと、よいしょ。あ、なんかあれですね、看護師さんのお仕事の人が本当多いんですよ、うちは。援助職がね、傷だらけのヒーラー症候群って言うんですけど、本当に人を助けることはできるんですけれども、なかなか自分の SOS はね、出せないので、まあ倒れるまで頑張っちゃいますよね。本当だから、それはもう本当にみんな、でサポートしてあげたり、報われる、報いが必要ですよね。それはたとえ金銭的なことでもね。ちょっとお待ちくださいよ。別れて半年ほど経ちましたが、たまに連絡は取っていました。私は自分の気持ちに向き合うことに集中して過ごして、最近自分を取り戻した気がしています。そんな時に彼と電話する機会があり、ふと告白をしてしまいました。彼も私を今も好きでいてくれているそうです。本当に明るくなったねとも言ってくれました。がしかし、私を大事にできるか不安だそうです。親友や家族が大事だしと言っていました。私は自分の気持ちを伝えた上で、返事はすぐじゃなくていいようではありました。私はしばらく待とうと思っていますが、この場合待つしかないのでしょうか。はい、彼の不安じゃないんですよ、これ彼の意思です。つまりですね、あなたは君を大事にできるかどうか不安だとか、友達や家族が大事だしっていうふうに言いますが、これはちょっと形容詞だと思ってください。今彼はあなたともう一回やり直すということは今は考えられない。だから多分すごく明るくなったね。でもこれが続くのかなと。少なくともあなたと付き合っていた時は明るくなかったんでしょうね。そしてそのことが多分彼にとってはすごく苦しかって、そして自分を責めちゃったのかな。だから本当にあなたがですね、もう本当にいやいや、もう自分を笑えるようになることが大事だし、で連絡がもし彼からない場合っていうのは、それは一つの返事です。だからまあちょっとですね、しばらく待つしか手はないと思いますね。で期待もちょっとしないでください。うまくいったらそれはもうハッピーなんですけれども、ダメであっても大丈夫です。次のパートナーシップでいけますから。
まあ真実っていうのは彼が帰ってきてもそれはハッピーエンドだし、彼が帰ってこなくったってもうこの経験は次のパートナーシップで絶対活かせられますから。遠距離恋愛で出張に行った時にあったり連休の旅行に行ったりしています。その状態が半年ぐらい続いています。 LINE は要件のみで連休に出かける連絡やプランを話したりということしかしません。寂しいです。旅行じゃなくもっと会いたいし日常の話もできたら嬉しいです。会ってる時はちょっとしたことでも楽しく話せています。ただ付き合いは始めた当時から私は一緒に住んだり家族になったりしたい、彼の近くに転職も覚悟で行きたいと思いながら遠い状態が続きます。それは私が彼にこうしてほしいとか私はこうなりたいとか伝えることができないでいます。両親に一番嘘をついているのかもしれません。どうしたら彼と幸せになれますか。これはあなたが言わなきゃ、勇気を持って。人生を変えるっていうのはですね、勇気なんです。で、多分人生の転機っていうのは多分あなたは分かってもらいたいと思う側で待ってる人なんでしょうね。待ってる女なんでしょうけれども、多分彼も似たようなタイプなのかな。だからすごくあなたが伝えることでイエスノーの結果が早くなります。そうじゃないとこの関係がずる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 長続きしていくことであなたはイライラするし、彼の愛情を疑うような羽目になりますから、まあ、うまくはいかないと思いますね。ですから多分このことをもう本当にもっと会いたいなとか、あなたの住む町に転職してもいいぐらいのことを思ってるのよって言ってみてください。それは嬉しいなと言えばもうハッピーエンドになりますけど、ちょっと待ってくれよって言うと彼が全然まだ準備ができてない人かなっていうのはわかるでしょ。だから多分そのことを彼に伝える勇気を持ってください。待っている女というのではうまくはちょっといかないと思いますよ。こんにちは。今日は心理学もっと勉強したい人のための宣伝だよ。一番手軽で簡単な方法は毎週水曜日21時からニコ生ライブやってます。 YouTube でも見られるんだけど21時20分までは無料で見れます。有料会員の皆さんになると質問コーナー毎週毎週平と質疑応答ができるのプラス平のレクチャー映像が52本、音声だけの聞くまるっていうのが66本も聞き放題、ニコ生の過去の映像はなんと今80本も見放題。これ毎月550円で見れるってもう頭おかしくないですか。ここの社長、簡単に550円で勉強し放題だよ。詳しくはコメント欄見てね。こんにちは。今日は皆さんにお知らせがあります。私はなんでこうなんだろう、彼はなんでああなんだろう、そんなことを知りたい皆さんに私どものオンライン講座というものがございます。いつもここで見ていただいています恋愛心理学講座の他に心理学入門講座、さらにカウンセリング講座なんていうのもあります。カウンセリング講座っていうのはカウンセラーになる人だけではありません。カウンセリングっていうのは彼はなんでああなんだろう、こんな時に彼に何て言ってあげたらいいんだろう、まあいわばパートナーシップ、つまりあなたは彼の専属カウンセラーと言ってもいいかもしれませんよね。1ヶ月オンライン講座フリーパス23,100円で10講座も受けれます。3ヶ月のオンラインフリーパス63,800円、人によっては1年間のオンラインフリーパスを勉強しちゃうなんていう人もいますね。これは179,300円、もう一講座に割ると1000円ちょっとでお勉強できてしまいます。もしこういうことに興味がある、またカウンセラーになりたいなんて思ってらっしゃる皆さんは概要欄の方をチェックしてくださいね。もしよろしければ無料説明会というものをズームでやってますので一度来ていただけませんか。そうするとですね、皆さんに入会金無料、そして一つの講座、お試し講座って言うんですけれども、
Zoom の講座を一つプレゼントいたしますから、それでどんなものかちょっと見に来ていただくこともできます。人にとっては本格的にカウンセラーになりたいっていう人、まあ私どもではとてもたくさんいらっしゃいますけれども、一度無料説明会にお越しください。よろしく。